旅人、頼む、来てくれ。構成します。捕まえた、糸よ、交錯せよ。かかれよ。凡庸だね。ここより登る。清掃を開始します。捕まえた、かかれ。やっ、She's going to die.何があったんだ？体中、アビスの力だらけじゃないか！ Don't help her. That is a lot. ああ、頼む。どうだ、クイク。少しは楽になったか。クイク、クイク。お姉ちゃん、私ね、パパとママがすごい問題児を養子にしちゃったって昔思ってたの。でもパパとママの力になりたくって。私の方が年齢的に妹だけど、お姉ちゃんを苦しめるアビスの力を早くどうにかしてあげようと思った。生意気よね。私たちそっくりで違いなんてあんまりないのに。分かったから、クイク。今は喋るな。競技場はすぐそこだ。おぶってく。アビスの侵食はもう浄化できた。ちゃんと休めばきっと治る。私っていつもお姉ちゃんにブレーキをかけちゃう。焦らないで、もっとゆっくりでいいって。だってお姉ちゃんが危険な目に遭うのも、トラブルに巻き込まれるのも嫌だったから。心配しすぎなんじゃないかってずっと思ってたわ。けど今考えると、お姉ちゃんのことをよく理解していなかった。アビスに侵食されてもお姉ちゃんが生きていられるのは奇跡なの。けどその副作用でお姉ちゃんの心は永遠に静まることがない。家族になれたのもまた一つの奇跡よ。でも私の心配も同じく、お姉ちゃんの心を絶えずざわつかせてたわよね。違う、そんなことない。そんなわけあるはずないだろう。クイクがくれた愛情も、父さんと母さんがくれた愛情も、どれも分かってた。本心では仲良くしたかったんだ。すまない、まだ時間が必要なんだ。いい方法を見つけてみせる。だから、だから、そんなこと言わないでくれ。謝る必要なんてないわ。だってお姉ちゃんは何にも悪くないもの。というより誰も悪くない。ただ偶然の巡り合わせで悪い結果が生まれただけ。私もう分かったの。だから今回は止めたりしないわ。お姉ちゃん、前へ走って。もっと早く、もっと高く、誰よりも強いククリューみたいに。火翼の集いで最も勇ましい戦士になって。それこそが私の誇るお姉ちゃんの姿よ。
クイク、クイク。She's ditching out like Valentino. どうしたんだ、ジェスター一体何があったんだ。Give us some speech while she pulls down. さっきアビスの力っぽいのが出てきて一瞬で消えたよな。まさかあれって。And she managed to rein it in somehow. 確か定期的にストレスを発散させないと暴走するってクイクが言ってたよな。でもあいつ自分でそれをコントロールしてたぞ。Just like Chuchu always hoped. オイラたちがもっと早くついてればこんなことにはならなかったかも。手遅れになる前にアビスの侵食を浄化できてたら、そうすればきっとクイクも。あれ、なんだ。Really?That's what Trigger said. 命は平等じゃない。彼女は幼い頃から数多の不幸を背負い、歩みを進めるたびに苦しんできた。もしかすると苦しみを受け入れてしまった方がよほど楽な選択だったかもしれない。それでも彼女は歩んだ。いくつもの苦しみからなる雲の上には一体何があるのかと疑問を抱きながら、その答えは何よりも輝かしい太陽かもしれないし、ただの暗闇かもしれない。だがそれを確かめるために彼女は羽ばたくことを選んだ。それこそが命の意義なのだ。When you're supposed to reappear when the tribes have regained their strength, when you appear when they've gotten decimated again.我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。クイクを安全な場所まで送ろう。You and Chaska take Chuchu back to the stadium. クイクのことをしばらく頼む。今は他にやらなければならないことがある。ええ、私たちのために尽くしてくれたこと全てに感謝します。我々のために命を落としてくれたこと心より礼を言う。すまないジャスカ。いいえ、このような苦しみを味わっているのは私だけではありませんから。クイクは英雄になるのを望んでいた。そして
あの子は永遠に私の心の中の英雄となりました。クイックの期待に応え、犠牲を無駄にしないためにも急ぎましょう。エンジン様。ああ、この戦争を終わらせる。You guys look familiar. 大礼の祝福があらんことを、そして世の人々があなたの旅を彩りますように。私たちのために尽くしてくれたこと全てに感謝します。さい。ああ、戻っていたのか。無事でよかったぜ。スイ、まあ、あいつらならまた人を助けに行った。外はひどい状況だし、できるならじ。あ、この前は助けてくれてありがとう。ありがとう。どういたしまして。お前たちが無事で、それとあのお兄さんとお姉さんたちにも。ファデュイだな。そう、ファデュイ。私も先入観は捨てるべきかもね。君たちの無事な姿を見れて本当によかった。競技場でまた会おうって約束したしな。はあ、生まれて初めてアビスの魔物を倒したよ。その瞬間、アビスもこの程度なんだって思った。これまでの自分は恐怖心に負けて他人を守ることから逃げてたんだなって。自分をそう責める必要はない。今重要なのは生き延びること。生きてこそ俺らを守ってくれた人々のことを語り継げるだろう。彼らは永遠にこの心の中で生きていくんだ。みんな準備はいいか。我々は今悲惨な戦争に身を置いている。勝利をこの手につかまんとする意志を私に見せてくれ。犠牲をなくし苦痛を断つために。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ、小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタの全ての眼差しとつながる。苦音の暗闇さえも我々を分かつことはできない。泥まみれの水石、こだまするテペタル、集い、散り、燃え尽き、よみがえり、死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。火山を踏破し太陽をつかむ英雄、冠を授ける烈焰、きらめく光は聖画のごとく。我が最初の一歩を導きたまえ。全てを見通す者は己の死を予言できたことを喜び宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して、最後の歌を聴かせよう。王術の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至る。全ては振り返らぬ命のため。我々の全ての所業を必ず炎が審問するだろう。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。
時空を超えし英雄たちよ、機は熟した。我々は団結し、大炎の洗礼を受け、祝福された孤名を手に、力の真の意味を知り、剣心の定めをたどって、やがて超越の炎を迎える。ナタのために、ナタのために。ハボリムの名において野良者の戦争の開幕を告げる。終戦まで半盆の歌があらゆる命を守ることを誓おう。すごい力が秘められてたなんてびっくりだよ。つまりこの後の戦いでは聖火を通じて復活できるってことだな。ああ、もう二度と犠牲者は出ない。敵を一掃する時が来たってことか。奪われた土地も全部取り返さなきゃ。ナタのために見落とした全ての人に敬意を。行くぞお前ら。オイラたちも行くぞ。パイモン、旅人、あの時駆けつけてくれたこと感謝する。おかげでクイクが最後の言葉を残すための時間を得られた。もし私が暴走を抑えられてなかったら、今こうして反撃の機会を手に入れることもなかったろう。それよりお前のことが心配だぞ。大丈夫か？しばらくこの胸の使いは取れないだろうな。だがそのことは一旦置いておくしかない。今はブーカの意志を果たすつもりだ。私が味わった葛藤と苦痛はどれも試練に過ぎない。試練はやがて私の力になる。そして私はクイクが思う最も誇らしい姿になるんだ。よし行こうぜ。あの真っ黒な奴らをボッコボコにしてやるんだ。人間の底力ってやつを思い知らせてやろう。Paimon, we don't have a name yet. When we die, we really are going to die, Paimon.敵の数は多いが、こっちも戦力は十分だ。おまけに、八神の国の力で情報伝達すれば、采配も触れる。焦らず着実に行くぞ。スタンリします。権限、ザ月のように永遠なる。却下。あなたのために。止まって散りなさい。権限、ちょっと。私の力を使えばアビスの気流を破壊できる。
Wand Spirit Ray. Oh, I need a door. What it is. People of the spirits. すっごくでっかい火の玉が頭に落ちてきたんだけど。すまないムアラに、次からは着弾点を見誤らないようにする。え？エンジン様、全く熱くなかったので、すごくかっこよかったですよ。だが、目には良くない。アビスの野郎ども、この偉大なる聖竜、クフルアハオ様の前にひざまつけ。アハオの声まで聞こえるのかよ。ちょっとうるさいから、一旦消してくれないか。なんだと？このブレモ。ああ。サンキューな。の形を取ってやるよ。落ちるな。管理します。福井区の語り、絹のような弱さね。魔物の数がだいぶ減ってきたな。この勢いで畳みかけるぞ。エンジンサバの力を存分に使わせてもらおう。情けは無用だ。こっちだよ、カチーノ。上まで送ってあげる。その方が早いっしょ。ああ、スピリットウェイみたいでドキドキする。私の番。行くよ、ぐるぐる。救出は済んだな。ばあちゃんたちは先に。次の行動には遅れないから、少し時間が欲しい。あらら、ミツムシと野菜のことはほっときなさいって、このアンポンタン。To bring his radishes. Where's this? Yes, you get to skip the fighting bits.成果とは実に温かいが、これであと数十匹は倒せる。引け！この戦いでもう犠牲者は出ない。It's not like there's dead people are coming back. 子玉のこの魔物は全部倒したよ。アビスの気流は私が破壊したんだ。流線の衆の方も終わったよ。私の一撃で全滅。名園の主も危機を脱したところよ。火薬の集いを手伝いに行く。ああ、あそこの状況は特にひどいとか。僕も今向かっているところだ。必要ない、一掃した。え、もうか。さっきまで競技場にいたんだろ。とにかく誰かを殴りたかったんだ。どれだけ我慢してたかわかるか。そっか。イアンさん、北条の国の方はどうする。イアンさんの家は競技場から遠いでしょ。ああ、それなら心配いらないぞ。さっきバレたから、もう片付いたって連絡が来てる。どうやら全部処理できたようだな。アビスの勢いも弱まってる。数の勝負なら反魂の歌が負けるはずないもんな。数に頼ってる時点であいつらの負けだぞ。また、アビスが魔物を集めて
競技場に向かわせてるようだ。反魂の歌が一番の障害だと気づいたか。聖火を破壊する気だな。そんなことさせないよ。みんな競技場に向かおう。新しいアビスの気流が落とされたみたいだね。どれも競技場の近くっぽいから手分けして破壊しよう。I'm all smacking. そうだ、競技場の入り口を守る人も必要だよね。 Allow me. よし。 Even though I don't know if you resurrect. 最後の戦いだよ。 At least I shouldn't resurrect, right? After all, the Traveler still doesn't have the ancient name. No arms! そこ再構成します。終わりね、撤収。皆さんのために。ここより登る。キャッカス。ふっはっふっせい。皆さんのために。ちょっ、次清掃を開始します。我に光を。糸よ、工作せよ。ナタのために。落ちるがいい。貫こう。紅に染まって散りなさい。そこはっせいふや。終わりね、撤収。捕まえた、かかれ。霧となって散りなさい。ファッションは私が定義する。糸よ、工作せよ。Did you see that one for three that was walking away from the celebration?